本日の高橋由紀のシネマ館配信ですけども、今日は広場ということで、広が尽くす人と映画について語りたいと思いますが、まずはまた自己紹介お願いします。制作応援、広崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、3月1日の金曜日、正午をそう回っですたね。ということで、配信させていただきます。収録は本当はそれまでにはやってたんですけども、いろいろこの作品に関しましては、お触れがありまして、そうですね。まず、配信3月1日金曜日ですけど、私たちは、東宝東和から試写会へ招待されて、完成披露試写会で先に見ました。ありがとうございます。まだこれね、まあ、アメリカが公開してからやったんで、まだ緩いんです。これ、アメリカのマイヤーと、そうでしょうね。めっちゃ3枚ぐらいの契約書に書かないといけない。一筆いると。そう、でも英語で書いておくから何書いてるかわからない。とりあえずサインしろと。そうそう、わ かってるやろと。ローマ字でね、漢字禁止なんですよね。ということで、まあ、映画ハッシュタグ映画アーガイルでございますが、本当はこれ、予告編をこの動画の最初につけたかったんですけど、ちょっと用語でややこしいんで、この YouTube の詳細のところに予告編リンク、そうですね。サイトリンクと予告編リンクを貼ってますんで、まず一旦ここで止めてもらって、先予告編を見てから話を聞いてほしいかなと思います。まだ見てない人はね。ではちょっと予告編ちょっと見てくだ予さい。告編、どうぞ。どうぞ。ということでね、予告編 終わったっていうことなんですけどね。自分らも予告編見てるし、本編見てるから、あれなんですけど、まあ一応、でもこれはね、どっちかと、ネタバレ禁止の映画やから、あんまそうりです詳ね。細言えないんですよね。詳細言えない。まあ公開したといえども、まだ初日やから、そんなに言えないそうでし、すね。だから見に行ってもらうような感じでの話をせなあかんのが、非常にまあ、難しい。難しいですよね。でもやっぱサイトでもそうですね、たまに自分が見てへんやつを、サイトでネタバレ見ちゃうと、行く気なくしちまゃさう。の、さあ、ね。ね。まあ、内容にも言いますけどね。行けへんのやったら、もう別に見た気になればいいんですけど、行こうと思うやつは、ちょっと難しいですね。まあ、今回は、それは何の前情報もなく見てそうでもすらっね。て、の方がいいかな。そうですね。これだから、ですね、まあ、作家さんが、大人気小説、アーガイルっていうのを書いてる。で、その内容が次々と起こっていくっていう、前半ね。だから、この予言者みたいになってしまう作家さんが。そうですね。ですね。で、逆に初めは予言者って言われてんねんけど、なぜかこう、いろんなスパイが出てきて、次の章を変えてくれっていう。そうですよね。そこの先どうなるんやっだてからいあう。なたが書いたことはなるから、書いてくれって言うねんね。それがまず一つ出だしとしては面白くて、そんな逆に予言なのか何なのかっていうところがね、一個面白いところがありましたね。だからこれ、なんかこう、何分かごとになんか一本ずつ映画が ちょっと違うような気がする気も、面白いからね。なんかそれとそうそう、つながってんねんけど、なんかたまに、あれ、違う映画見てるやんという気分にもなりましたね。全体的にはね、初めから見たいっていうおっしゃってたんで、一応お気に入りになりましたか、作品的に。まあそうですね。まあ、最新というか、キングスマンの監督なんでね、もうその流れというか、ね、どう言ってるのかな、ハリウッドでくくっていいのか分かんないですけど、イギリス、ね、出身の監督が作ったスパイ映画。で、やっぱり違いますよね。そそうれですね。はアこメリれカだでから作一応、られイギた。リス、アメリカ合作になってるんで、だからイギリス単独で作った映画とも違うし、アメリカだけで作った単独の映画と違うところが、これまたいいんですよね。そうなんですね、なんか。だから、まあ、イギリスのスパイ映画だったら、どうしても007、イメージするけど、まあ、それもあんねんけど、ちょっとアメリカのこのバディモンの、
バディもの、まあ、刑事もいたらおかしく、まあ、そのバディスパイ映画もありますけど、それがミックスされてるのかなっていう感じかな。こう。まあ、絵的になんか、まあ、簡単に言うとスタイリッシュですわ。なんか、それらしい、なんですか、ね。まあ、今のかっこよさなのかわかんないですけど、まあ、うん。なんか、レトロ的なかっこよさというか、まあ、ね、そんで、な感じがこれするそんといなにうだからか。血が出なかったですね。血血が、は出てないですね、ほとんどそういや。死ぬ方たちはいましたけど、血が出てませんでしたね。時代劇みたいですね。そう、だからこの穏やかで。血をちょっと違う表現でなんかしてたっていうか、なんかあんまりその死ぬとかはあんまり関係ない映画かな、そんなに。まあちょっとだから、現実とその小説の中とかごっちゃになっちゃってみたいなことですよだから、この女の作家さんが書いた話になってるから、ね。やっぱその辺はのけてるっていうかね、もあるんでしょうね。まあ、これまあね、ちょっ一と流、どう言っていいかね、ちょっと難しい。そう、一流スパイは世界を騙すっていうことなんですけど、騙されましたよね。見てるまあ方そうも。ですね。ああ、そうなのって。まあ まあ、騙されたというか、ちょっとれさ、想像できないレベルの中、ああ、そうなのですね。3回ぐらいええって言ったの知ってます？ 見てるときに。3回ぐらい俺、ええって言いましょう。多分いいやと思った大きい声じゃないけど、劇場でも、ええって出ましたよ、声が。どっちなのかようわからんようなね。そっちね、そっちね。そっちだから、ね、みたいこう右に行かされるんや思ったら左に行な。かされるんだけど、なんか左にとったら、また違う右に戻るんじゃなしに、違う右に行くんだね。で、またこの、違う左に行くっていうか、ね、完全その都度、その面白くて、ええっていうのがあって、隣ね、浅尾さん見てましたけど、浅尾さん、こっち、横で楽しんでましたよ。楽しそうにしてましたね。それに負けじと俺は3回ぐらい、ええって叫んだけど、そのタイミングは2人違うかって。ちょっと朝のがやっぱアメリカ寄りやったかな、海外寄りなのかなっていうのが、なんやろう、まあね、一緒のところでは笑わなかった、あんまり。ずれた。まあね、そうか、字幕で笑ってるかどうかとかね、そうですね、そうですね。吹き替えとかね、いろいろ。でもこれ多分ね、まあ、でもあんまりキングスマン、キングスマン言うても、あれやけど、まあ、ただキングスマン好きな方は気に入るでしょうね。同じ色ね、同じ毛色のそ内容というか、映画なんでね。だから流れは、その映像的な流れはキングスマンやけど、映画の内容は、キングスマンはここまでひねってないかな。多少その、やっぱ陰謀とか黒幕とかはスパ映画やから、あるけど。で、まあ、今回、こねくり、こねくりじゃないな。ひねってひねって、どうですかみたいなね。終わり方。だから、われば、スパイが多いから、その映像の中でも、みんなが、もう何を信用していいか分からなくなってくるけど、こう見てる方も、何が正なのかが、最後まで分からない。最後の最後までわからんみ最た後いの最後までですね、ね、分からなくて、それがすごい楽しめましたね。まあ、それ、まあ、まあ、それがスパイ映画ですよね。ね。でも、我々スパイス映画ってこう、ひねりが割合、1回、2回。まあ、だけないど、と。これはもうトルネード式ですよね。そうですね、なん か。で、まあ、いろんなシーンで映像的にもほんま楽しめるし、私は曲的にも途中で、音楽もね。ディスコまあ、サ挿ウン入ドがあっ歌的て、なやつね。そう、挿入歌はディスコサウンドあって、で、結局これ、主題歌がボーイ・ジョージで、ね、カルチャーあっクラたブボーイ・ね。ジョージで、ね。あったね。最後になってし、後になって発表になって知りました。見てるときは全然、そうなんや。ソング、その自分が知ってる曲が1曲になったから、それだけをエンドロールで追いかけたけど、確認したのね。そうそう、オリジナルのところは別に誰が歌ってるのか全然確認しなかった。で、これも、70年代の曲やったかな、80年代の曲やったかな、思いつつ聞いてたら、今作った曲ね。アメリカ公開の、このオリジナルソングで作った曲や。それがびっくりしました。そうなの、オリジナルなんですか。そうそう。
でもやっぱりそのこう音楽も我々これ何回かこう盛り上げるところでね、使われててね、よかったですね。意外と BGM じゃなしに、スそうコでアじゃす。なしに曲じゃない。ですね。これまた、キングスメンだったら応援上映ができそうな、曲になったら立って OK っていうね、わーわー応援せよっていうね、感じなんですけどね。でも一体これ、まあ、この見てない人が今この動画見てたら、誰を応援するんやってね。なりますよね。で、まあ、これ、一個、チラシ騙しが、猫がね、中心に来てるんですよね。猫いますね。ね、ヒロイン猫いるね。始まるまでに 猫がキーワードや言うてましたけどね。まあ、そのそれ猫も、が、どこまでのキーワードなんかっていうのこれ見てほしいですね。そうよね。どう見ても猫ですよねっていう。で、猫が、予告編で我々メインに映ってるんで、もうキーポイントは猫かっていうのがね、まあ、こう猫好きの方はね、これは、そ入っれはそてれきまで、したけど、けどですね、これは猫がほんまに 大事なのか 猫までスパイなのか ああ、そういう見方か。お、途中でね、思いました。猫もこれ、なんか、スパイかって。ちょっとサイボーグちゃうかとか。っまあ、それていうぐらい、のを。まあね、飼い主こだわってたというか、ね、そうです。なんか木になっ、ね、もう木になってていいぐらいの、まあ、あんまでり言うね。とね。そうですね。でももう、だから始まる前が、単純にこう作家の通りの映画なんやとね、思いますけど、それやったら今までも割合あったんで、そんな焼き直しはせんやろと。今まで我々その書いたのがね、なるとかね、言うたのがなるとかありましたもんね。でもそれはもうその上を行きますね。そうですね。まあ、スパイ映画の常識を華麗に覆すというのがコピー文句でありますけども。これは間違いではないですね。そうですね。秘密を漏らすの相手が猫でもっていうことですけどね。ここも大猫丈で。夫？大丈夫？言って大丈夫？あれは相手が猫でもでしょ？言うなでしょ？だから、別に誰にも言うなっていうことそらそろそろ、ですよね。これ宣伝しにくいですよね。そうね。そうなんです。これね、なんで3月1日の証拠にしたかって言ったら、ね、さっきも言いました、お触れが出ててね、作品表とか、作品の内容の期限が決まってまして、もうそれやったらもうええわ、1日まで我慢しようと思って。そうですね。単にもうおすすめ、見に行ってくれしか公開までは言えないですね。まあ、誰が見ても、まあ、楽しめる映画なんでね。まあ、見てもらったら、問題ないというか、いいで残しょ念うなね。こと、思いはしないはずです。で、その作家のお母さん役でね、キャサリン・オハラが出ててね、もうずっとホームアロ問ーン題のね、の、はい。ホームアローンのままじゃないですか。それがずっと残ってて、もうそこでもだから、希望が入るんですね。だから、この作家のママも、こうだよねっていうのを勝手に決めてたから、それがまた、そこで一個、ええっていうのが このママに関することで2回ぐらいええって思いましたもんまあ、そういう流れでしょう。スパイね。ね映画ですから。え。だから、よく考えたら、だから、あ、こうなんかっていうのがね。でも、こう、納得する説明がいろいろあったので。納得しましたよ。そんなに突っ込むとこなかったですね。おかしいやんっていうのは、ごっついおかしいとこはなかったですね。まあ、お話的にはないですよね。でもまあ、だから、このシーンがまあ別に小説のシーンやと思えば、進む話もそういっなのよ。ぱいあるなんでし、もできちゃうのよね。でもまあ、その小説っていうところもちょっとキーワードになって、あんまり言えないそうけど、ね。でもこれはもうとにかく、エンドロールまでも、どんでん返し。だから、ほんまどこで終わっても、そのそう話なんですで終わっても OK なんよ。が、そうなのよ。終われへんやってね。
まあ今ね、そういうの流行ってますけど。そうそう、でも、そう、これはでも、すごいですね。ちょっと。邦画では、マッチング、2月のマッチングがあって、3はい。月の洋画のアーガイルですよ。もう私はやられたと思うのは こう、2週間続けてやられたように公開になってますけども。い。はい。はい。まあ、3月1日ね。ね映画サービスで。サービスで。まあ、金曜日になっちゃうよね。でも、金曜日ですね。でもこれサービスでいかんでもいい価格ですよ。2000円でまあきまあ、るんそうで、ですね。そうですいいね。んで、ついたらちょっと違うよって はい。サービス税向きの映画に怒られるな。サービス。まあ、それは、まあ、はい。久々に映画でもどうでしょう。はい。でもこれ、多分若い子が見たら、途中でこの手を叩く、ほら、面白いとか楽しい時ってこう、手叩く若者じゃないですか。らしいですね、今。でもこれ、アメリカやったら絶対ポップコーンバーン投げる映画ですね。やったー言ってね。アメリカはポップコーン投げるんですか？ いや、わーってな。面白い、わーって割合物投げたりするのが アメリカですそけど。れは、どこに、スクリーンに投げる？いやいや、上はスク上リーにン、あまげる。と自もに分はにあげる。投げへんけど、うん。あれ、ホラーやったポップコーンムービーって、ね、ありまああ、す。そういうこともあるんですスね。クリームとか大体もう、煽ってますからね。はいはい。インド映画のマサラとは踊れ、歌えっていう、煽ってるけああ、ど、はい。スクリームとかホラーやったらこうポップコーン煽ってますけど、これは煽ってへんけど、見てる方が、ちょっとなんか、座ってるしんどいですね。ちょっと立ってみたいなっていうシーンも。まあ、先ほどの音楽のもあるけど、まあ、後高橋さん半ね、ダンスの人だからね。の、でも後半のシーンでも絶対俺はもう立ってみたかったのに、ね。ああ、今回こう。そういうのはスタンディングでなんかあるんですかね、そういうの。いや、でもあんまりないですね、映画で。言えないあのシーンは、なんああ、あかれ？立ってみ、撮ってみたい。スタンディング、もしあれが演技として見るんだれば、よかったって、スタンディングオペレーション。しそうな。なんか、そういう、なんか、こう、そう、オペレーションしたいのが、シーンが何箇所か、2箇所ぐらいかな。じゃあね、声出していい上映会とかそういうのでね、ね、盛り上がれたらいいですね。ですね。ぜひとも見てほしい。難しいな、これもとにかく面白い。そうね。ねえねえ、これ、もう今、ギリギリの伏線でいろんなことを、本当は言うたでしょ？そう、言葉を言うてんけど、大丈夫ね、今のとこね。大丈夫でしょ？ネタは言う大丈夫ね。てないけど、これ、不快をされると、わかるかな？これ、だから、こう、2人見てるから言えるけど、見てないだけの予想では絶対この話はできないっていう。わかんないですね。ですよね、ですよね。多分この言葉も選んでないし、見たから選んでこの言葉をしてるから、深をちょっと裏返しをって考えられると、でもまあ、その見たときにそういうことがあったんかっては思ってもらったらいいけど、今この時点では全然絶対に話は皆さん作れないと思いますね。だから作って自分見たから全部ええやと思うね。で、そこがね、面白いね。あまり皆さん予告編以上は見なくて、私のこの下手な説明だけで、ちゃんとしたきちっと書く人の説明は見ない、聞かない。そうね。おお、うですね。もし浜村淳先生が言うてても聞かない。はい。もうフライヤーぐらいでいいと思います。で、それ楽しいんだよね。だちゃんと流れは別にそれでも、ちゃんと分かりますもんね。これうまいはそういうのまあ、で、わかります。この人がこう、この人がこうっていうのは、パンパンパンと説明してくれるし、すぐ答えてくれるから、いいですよもうね。その何回とかではないです。そう、だから自分で考えるよ。もしかしてこの人はこうやっていうのを、じゃし、それがあって何回もやもんね。それが、そこで言うたらあかんやろっていう話なしに、それがあって知らない。全部ね、説明があるからね。ぜひともね。これはでも3月、おすすめやな。見てほしいな。一応アメリカは2週間連続、この収録の時点では1位になりましたんで。そうですか。ちょっと全体低いんですけど、低いんですけど、1位、2週間になったので、それだけで見た人は、これぞ映画エンターテインメントってね。これまあ、ちょっ映画と、らしい映画。配信ではちょっとダメですね。音もありき、映像もありきでね。ちょっとぜダイひ。ナミック。
スクリーンで見てください。これ、ムービックスもやってます、ムービックス。ムービックスもやってます。尼崎もやってますし、各体で。見やすい劇場なんで、ぜひ、尼崎で。なるべく大きい画面でね。そうですね。ということは、やっぱりね、初日とは言わず、初めの週末ぐらいに見てもらえたらね。ぜひともね、皆さん、素直にね、映画、そうでこす。れ、映画自体が多分スパイです。映画自体がスパイ、それはいいそうと言われると、いろいろかんぐっちゃいますね。思う。で映画じゃも、ないのってみたい。大丈夫？映画自体がスパイやから、だからみんな、騙されていいんじゃないですか。要するに。それで、ならそれで。いいんじゃないですか。映画自体がスパイだと思います、これね。そうそう、だから、騙されたっていうね。騙おはさよれ映画です。みんな素直に騙されたって最後手挙げてほしいあんまりね、深く考えず、ですね。見てもらえたら普通に楽しめます。ほんで、エンドロールの後にもちゃんとありますから、エンドロールで決して帰らないようにしそうてでくだすさい。ね。2時間ちょっと十何分で、2時間20分ですかね、ありますけどね。ちゃんと見る前にトイレ行ってて、エンドそうでタすイトね。ルやからもうトイレ行かなあそかうんっていよ。うこと、絶対なしにしてください。それするとまたこれ半減しますね。そうですね。そそここままででが映画でついす。ててこれアーガイルですからね。最後、電気が明るくなるまで。電気かかる、照明がつくまでそうですね。見て、心の中で拍手してほしい。あは言ってほしいなと思います。ね、みんな見る気になったかな？大丈夫かな？ いや、だから自分がこれ秘密なんとし、ね。めっちゃ秘密してるから、めっちゃウキウキしてる。結局、こう今見てて、まだ見てない人は、この秘密しないやんと思ってるから、すごいもう優越感があって。出したいけど出せない。出したいというか、見てもらうしかないですわ。でもそね。れ、絶対そういう楽しみ方があるから、それも楽しみ方今で流行す。のこのネタバレ禁止の、ね、映画なんでね、スパイダーマンが大体そういうのが多いですけどね、の一本なんで、皆さんあんまり、おすすめのときは面白いから行ってくださいっていうことと、行く方はあまり、上手な映画表を見ないように。いらない、何もいらネない。タバレあれば絶対ダメです。見ないようにしてください。見た後でそれは見て確認して行ってほしいなと思います。行くまでは何も言うな。スパイなら何も言うな。俺は絶対スパイになられるんで。そうですね。言うてそうしね。まいそうですね。でも今日までこれ、今日までこれ誰にも言うてませんもんね。何も。アーガイルもあんまり声に出しなかったんで 誰か出してみでて。も、この時点からもう大騒ぎしないといけないああ、ってことですいいです。いいです。けど、一応ネタバレはやめてください。そうです。見た方も、面白いよっていうぐらい、冒ですよね。頭10分ぐらいまでで止めてください。それは予告編でありますから、パラシュートでバーンと飛ぶシーンが予告編で載ってますから、そこまでの話。それ以外は、もう予告編もすごい止めてもらってもいいんだけど。ならもうやっぱフライヤーで、でもそれは見フたライからヤー思で。うだけだって、見てない人にはわからんことだからね。そうですね、なんのこっちゃですからね。ちょっとでも、ただ、予告編見なんと言って覚えてなかったんで、後になって見たら、このシーン予告編だったんやってね。こんな大事なシーンやねあったんやと思ったけど、本編はそれ以上に大事なシーンとか、おもろいシーンがあるから、ね、予告編だけでも面白いなって、あれで100%じゃないんで、ぜひとも劇場で見そうてです。ます。また何かあったらメッセージもらったらありがたいと思います。ということで今日ね、ひろひろ広場やってきましたけど、次回もまた、ひろひろ広場出演していただきますけども、次回は、同じくトートワさんに招待されて、完成披露した回で言いました、ハッシュタグ映画フライについて話させていただこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いしそれまはす。ね、まんまネタバレしてもいいかなと。全然この気まあ、が、
気の楽さがちゃう。そうですね。まあ、思い通り、思うようにしかいかないというかね。はい。さんね、またもしよかったら皆さん見に行ってまた感想ください。ということで、今日の、高橋だけどシネマ館配信は広場ということで、お相手は、はい、制作公演広垣でした。はい、そしてシネマコミュニケーター高橋でした。それではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。猫だ、猫だ。